はい、お疲れ様です。ほこなかです。相変わらずキャラバンの中散らかってます。ちょっと今日は自転車積んでちょっと走りに行きたいなと思っとってんけど、自転車積むにブルーシートがなくて、よいしょよいしょ、ほんで100均でブルーシートを買ってきました。ちょっと待って、よし。一応なんかもう汚れてもうてんけど、ちょっとこれもさーっとだけ掃除して、ほんでブルーシート引きたいと思ってんねんけど、この方機じゃ全然役に立たないかな。よし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 、これ田中坊椅子ずっと置きっぱなしやね。ちょっと化石さんになってます。よし、それとじゃあちょっとな、ここにブルーシート買ってきた。ブルーシートな、これ 4.5 畳もある、めっちゃでかい。このブルーシートを 4.5 畳やな、この後ろの2室より大きいはずやんな。よいしょ、ここにブルーシート引いとったら、ここなんか自転車積むときでも引っかわんでるやろ。で、シートを買ってきました。まだ今日なんか全国的に寒いって言われてんねんけど、大阪こんなに寒くないね。のリアヒーター、こっから風が出てくるから、ここにブルーシートこんな感じで置いとったらバタバタバタってなるから、ここはちょっとどう考えなのか。ちょっとここゴミじゃないけど、ちょっといろいろ隠しました。よし、この椅子もなんかうまいことどっか見に行ったらええのかな。この椅子はなんかキャラバンでここなんか開けたらなんかがついてる、ネジがついてるって言うとったっけ。なんかネジがついてるって言うとったんやけど、ネジだけかな。ようわからんな。どうしようか。とりあえず自転車置いてもかけるフックとかがないから、どうしようかな。一応ほんでなんかこうちょっと小物入れ的な感じでカゴ置きました。ポンポンって雑貨置いとったらあれやから。よいしょ、じゃあ自転車、よいしょ、自転車積むんはええけど、寝かさなあかんね。結局田中坊と寝かすみたいな。
この前でなんかゴムで引っ張ったらええ感じになるかな。ちょっと待って、よいしょ。一応ここに、あ、オッケーオッケー、このキャラバンのこの棒ちょっと外しとってんけど、これをもう刺しちゃうか。これか、これをこうやってこっちも刺して、ガチャンガチャンガチャン、よいしょ、ゲッゲッと、こうやってよしよしよし、こうやって、ほんで、あ、だんだん見えてきました見えてきました。ほんで自転車こう持ってきて、ここでゴムを縛る。ここ一応ゴム買ってきたからゴムで縛ってみます。よいしょ、よいしょ。今回買ったのはこのロープ、ゴムのロープ2本買いました。赤と青と買いました。よっしゃ、これでこれでうまいこといくかな。これゴム、ギュッと来て、あれ三角のあれ立ててるから見えてきました見えてきました見えてきました。あ、このフック割れてもうた、早速割れてしまったダメじゃんね、あかんやん割れたら。ということでこれも結べ、もうあかんときは結ぶ。グッとグッと結ぶ、オッケー、結んで、そんでからもうチャリをあの三角のスタンドに立ててるから、気持ちスタンドの方に引っ張るような感じで、ハンドル取った方がええかな、こんな感じで。よっしゃ、ほんだら、あんまり引っ張りすぎたら倒れてもある。こっちの方がいいか、切るんやったらあかんな、引っ張りすぎたらあかん。よっしゃ、じゃあこれで、絶対倒れるなこれ。これともう一個、ここをこうやって引っ張って、引っ張っとく、ここにこうやってかけて、また割れてもらおう、じゃあこうやってこうやって引っ張る。よし、あ、いい感じ。よし、んで、これをどっか引っかかれへんかな、こっち穴開いてんねんけど、こっち穴開いてない、どっか引っかかれへんかな。よし、シートベルト、どっか引っかかれへんかな。あ、とかあった、このあのシートの、シートのこのヘッドレストの棒に引っ掛けました。よし、はいはい、
じゃあなんか自転車を日本のゴムの紐でなんか止めました。こんな感じで赤いのはこっちに引っ張って、青いのはこっちに引っ張って、で、なんとか大丈夫そうです。はい、こんな感じで、ほんだらちょっと床が、床の絨毯が汚れへんようにブルーシートを引きました。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、じゃあほんだら今から自転車積んで移動したいと思います。よいしょ。よっしゃ。じゃあ、コーヒー買ったから、今から、四つ橋まで行きます。四つ橋筋。まで行きます。そうな。よしよしよし。よいしょ。そう、今日は一人やね。今日は田中坊も誰もいません。角ちゃんも今日はお休みです。自転車でボラボラ撮影しながら走って、何が得られるかとかは分からんねんけど、昔その辺住んどったんですとか、もしなんか前も、もうだいぶ前も言うとって全然できへんかってんけど、まあ大阪住んどって今ちょっと遠く行った人とかが、まあその辺どこどこ住んどったから行ってとか言って、そんなもしリクエストがコメントであれば、これからじゃんじゃん行きたいなと思ってます。じゃんじゃんリクエストちょうだい、じゃんじゃん。うん、あとな、なんか前髪が長いって言われてて、ほんで、もう髪の毛な、前みたいにもう短くしようかな、もうほんまに。もうなんかもううっとしなっていて。うん。いろいろ考えてる。ほんまに、大阪、ここ行ってきてっていう人おったら、どんどんリクエストください。道抜け道やねんけど、あんまり速いとはあんまり感じたことはない。でも今日なんかいろいろなんかバッテリーの充電とかしとったから、結構もう時間押して2時半やねんこれ。14時半になってもうてるからな。屋根があるまだ。まだある。これ田中坊にあげたやつだけど持って帰ってないの。この前オートバックスでこれナビつけてもらってんけど、もうほんまに綺麗になんか養生してくれて、もうシートもなんかビニール貼ってくれて、なんかんでハンドルもなんかハンドルカバー、ビニールのハンドルカバーつけてくれて、なんかすごい綺麗に養生してくれて、すごいほんまに良かった。オートバックスで多分だからどこのイエローハットとかもそうだと思うんだけど、もうほんまにプロに任したら間違いないなと思った。ほら、いや、もうバーって、こう、運転手の人がつけてくれるのも今まで見てきたから、それはそれで楽しいねんけど、やっぱり、
プロにお願いする価値ってあんねんなって思った。ほんまにあんなん正直自分らでやるとか言ったらもう全然1日なんか多分できへんと思う。この辺めくって配線も綺麗に隠してくれたんでほんまに良かった。そうプロに頼むだけの価値があるなって思って。もうほんまにこのちょっとここ分かりにくいんだけどミラーにあの後ろのカメラがついてるから後ろの車がめっちゃ見える。今日はほんまやったら朝からこんぴらさんに行って何段千何百段の階段を登るっていうこう、まあ、トレーニング企画つのちゃんの、まあまあ、希望でちょっとコンピューターさん行きたいってなったから、あほんだ行こうかってなっとってんけど、ちょっとやっぱりまだ田中坊が体調悪くて、そうほんでもう今日はもうやめようってなって、でまあまあ、まあ、戻って解散してんけど、で解散してさあ何しようと思いながらも、なんやろな、こう朝4時半、5時頃かな、5時頃つのちゃんのチャンネルで朝5時頃ライブやろうや言うて、ほんでライブの設定してポンポンポンってやっとったら、なんか24時間ぐらいなんか待ってくださいみたいななんか画面が出て、ほんで結局朝5時頃ライブでけえかって、つのちゃんの YouTube チャンネルで、ほんで2人で言うとって、やっぱりあかん時って何やってもあかんなとか言うて、そうほんでもう結局もうそのままつのちゃんも帰って解散してんけど、ほんで夜中ちょっと起きとったからちょっと寝てもうとって、ほんで10時頃起きて、で今日そうそう大阪なんか自転車でボラボラしたいなと思って、ほんでちょっとゴソゴソ用意しとって、自転車も用意しとったら自転車ヤマハパスの充電が電池がもうちょっと結構なくなっとって、うわーと思って、ほんで2時間半ぐらい充電、もう今もマンチクリーンやねんけど充電しとって、で出発が遅なってこんな時間みたいな、もうだってこんな四つ葉で着いたらもう4時頃になってもらえんな。これ意外と着いたら着いたでなんか安い駐車場探すんが大変やねいつも。もうなんか駐金切られるのが一番青臭いし、そうほんでもまあ免許ももうゴールドやし大事にしたいから駐車場がなんかもう1500円とか言うとったら考えるな、上1500円もすんねんよってそう1500円かー思って、ほんでちょっと離れたらもうなんか800円とかいきなり落ちたりするやんか、そう安いわと思ってもうなんか1000円とか800円とか止めたらちょっといったら600円があったりとかしたらちょっとうわーって思うもんな。行って駐車場を探してそっからスタートやから、まあでもまだ1時間5時ぐらいまではまだ明るいやろうかな、1時間ぐらいボラボラして、はい今日は帰る。さああと30分ぐらいで行くかな、中央通りまで出たら、まあ、そんなかからんと思うねんけど、まあ、4時前ぐらいからちょっとボラボラできたらええなって思ってます。じゃあほんならちょっと四ツ橋まで向かいます。少々お待ちください。